よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。そうですね、まず本当に400点以上の展示物にすごく驚きましたし、女性としてはこうドレスを間近で見れるっていうワクワク感もすごかったですね。そうですね、いろいろなプリンセスがいろいろな強さを持って幸せをつかんでいるっていう姿は、一女性としてとてもこう影響を受けましたね。生き方が素晴らしいなっていう、やっぱり人はそれぞれ個性があると思うんですけど、生かしていかなきゃなっていうのを学ばせていただきました。私シンデレラが好きなんですけども、やっぱり彼女はどんな逆境でも夢を諦めないっていう姿勢が素晴らしいなっていうふうに思いますね。自分もやっぱり今こうチャレンジしなければいけない時期なので、諦めないっていう気持ちを彼女から改めて学ばせていただきましたし、今日もちょっと自分の中でシンデレラっぽい格好をしてきました。憧れですよね、女性のガラスの靴をくれる男性はどこにいるんだろうっていうふうに思うので、でも待ってるだけじゃいけないって感じですね。そうです、やっぱり行動は起こさなきゃいけないので頑張りたいと思います。そうですね、でもこう卒業してから自分の時間を少し持てるようになったので、こうプリンセスではないですけど、まず自分の個性を磨くじゃないですけど、一女性として女性磨きっていうのはしていきたいなって思いますね。料理はだいぶできるようになったので、はい、誰かのプリンセスか。そうですね、それはやっぱり少なからず確実にありますね。なんか風が吹く方とかもう連日風の吹く人ですよ、もう私も。まあそうですね、まあ、あの方もね本当にすごい人なので、あの年齢でなんであんな綺麗なんだろうっていう、まあ、王子様ですね。なるほどね、うん、アラジン。いや、 やっぱりそのなんかちょっとこう自由奔放な感じだったりとかがすごい素敵だなって思いますね。私の理想はやっぱりこう年上がいいんですけど、でも心は少年心を持ってる人がいるので、アラジンちょっとやっぱり素敵だなって思っちゃいます。自分のペースはもちろんあるんですけど、ただやっぱりこう出会いっていうのはそんなこう望んで出会えるものではないので、その出会いっていうのがいつなのかなっていうふうに心を躍らせながら自分を磨くことを忘れないようにしないと、突然出会った時に何もできないってなるとすごく申し訳ないので、隣接っぽく回転してポーズなんでちょっと私面白い感じするんですか。なんですか、プリンセスっぽく回って一回ポーズって。